試練の2日前なのに私を置いていったらしくない。アロイ来たか。今朝は狩りに行くって誰かさん言ってなかった？ああ忘れてはいない。お前の訓練について考えていた。生きる術と狩りを学んだな。だがまだ教えてないことが一つある。学ぶ意思は？もちろん、あなたの教えは全て受ける。最近少々問題があってな。この教えを学ぶいい機会にはなるが、とても危険だ。備えは万全に。さもなくば死ぬ。安息の地へ降りて炎の矢の素材が集まるまで狩り続けろ。炎の矢？問題って一体何のこと？素材を手に入れたらあそこで会うとしよう。母の源へと続くもんだ。あ、北の門？安息の地の端の？そうだ。さあ行きなさい。何か悩み事？いや、何でもない。試練の後のことが心配なの？分かりきったことだ。お前は部族の一人として認められるが、私は変わらん。異端者だ。ロストン、たとえ認められても私は。やることが山積みだ。また後で話そう。はい。他に安息の地でやることはある？変わり者のグラータに食料を。時間があれば一週間分の肉を買ってやれ。一度でいいからお礼を言ってくれればな。規定に従っているだけだ。彼女が口を聞かないのは侮辱じゃない。ならいいけど。素材を集めに行く。でもカルストのところにも寄ってくる。アーロイ、あいつはお前と話すたびに掟を破っている。ありがたいことだよ。他の商人は異端者にトラップキャスターを売ってくれないからね。なら余分に買っておけ。今晩使うことになるだろう。不吉なことを言うな。分かった、北の門で。炎の矢は？ある。安息の地の外から爆発の音がしたけど、言ってた問題ってあのこと？もう少しすれば分かることだ。夜を待つ。夜を待つ？どういうことだ。爆発は安息の地の外だった。どうしようもできない。しかるべき時が来ればお前に教えてやろう。それまで待つんだ。ラータにはウサギをあげた。感謝してた、大いなる母に。大いなる母がお前を通じてウサギを与えたのだ。いつもそう言うけど、狩りをしたのは私だけだ。お前はいつもそうだ。ならばずっと一人でいればいい。カルストから前に言ってたトラップキャスターを手に入れた。あの不届きな商人がいくらで武器を売ったのか考えたくもない。安くはないけど、その価値はある。かもしれん。それも時期にわかるだろう。ねえロスト、考えたけど、試練を終えても縁を切るつもりはない。それは絶対にない。育ての親を忘れるなんてこと。アーロイ、接触は掟で禁じられている。知ってる。でも関係ない。義務を重んじるのは知ってる。でもこれまで私は掟に全てを奪われてきた。もうそんなことさせない。アーロイ、掟には従わねばならんのだ。やっぱりそう言うと思ったよ。ならこうしよう。こっそり会いに来る。見つからなければ面倒も起こらない。ロストが掟のせいで話さなかったとしても私が話す。これは私の罪で、ロストは聞くだけ。それなら大丈夫。そうか、随分と考えたな。だろ。だから心配しないで、平気。ああそうだな。夜までまだ時間がある。少し休んどく。そうだな、今夜は眠る暇がないからな。
異端者のために門を開ける。時として異端者にも敬意は払われるものだ。部族の掟ね。この先は沈黙を守らねばならないぞ。ここは安息の地の外だ。これこそが真の自然だ、ハーロイ。かつてない脅威に直面するだろう。館が丸ごとやられた。そんな、ソートゥースに何と置いたんだ。質問に答えるためにここに来たわけじゃない。あれを始末するために来た。どう倒すかはお前が決めること。この狩りはお前の狩りだ。一人でやれ。何が起きても私は手を出さん。分かったな。一人でやるんだ。ここに来た理由は？質問してもいいんだ、アーロイ。完璧でないと生き残れない。試したんだろ、危険な機械と戦う腕をね。いや、来い。ここは野良族の狩り場だ。守るべき場所。ソートゥースを倒さなければ多くの義勇兵が犠牲になったことだろう。アーロイ、その問いにこそ学びがある。ずっとお前は己のためだけに訓練をしてきた。義勇兵は部族のために戦うのが務めだ。部族のため？仲間なんていらない。だが部族はお前を必要とするだろう。アーロイ、自立できる強さは立ち向かう強さにもなるんだ。大きな目的を果たす強さにも。そのことを心に留めておけ。忘れるなよ。試練の後も、私がいなくなってからも。さあ行くぞ、来い。夜が明けた。異端者としてここで過ごす最後の日だな。目前に控えた試練にしっかり集中するんだ。母の源へ向かうときは私も途中で待っていよう。最後の教えが理解できた。そうか。自分の意志で戦うなら信じる者のために戦う。見つけられるといいな。そう願う。一緒に小屋に戻る。私はまだ戻らない。用があるからな。え？どんな？母の源で待っているぞ。母の源でね。ああ。あ、時間だ。準備は？ああ、まあな。ただ、想像以上にうるさい。来るのは初めてだったな。近いとこんな大きいのか。じきに故郷のように思える。平気だ。どうだかな。大長老のティルサ様を頼るといい。質問はあるか？中では一体何をしてるんだ？人々が祝い宴をしている。見たことがないほどの大勢で、この母の源は特別だ。大長老がおわす場所であり、野良族の中心地、聖地の宝石だ。焦るな、じき好きになる。かつて私がそうだったように。最後に教えることはある？ない。自然から学べることは全て学んだ。自然じゃない、あなたから教わった。弓と槍があそこで役に立つかどうか。アーロイ、お前が長年望んだものは弓と槍でしか勝ち取れんぞ。
真実だ。本当に受け入れてくれる？だから言っただろう。異端児であっても試練に出られると掟にある。試練を通過した異端児は義勇兵となる、だったな。でも掟を重んじる人ばかりじゃない。信念を持て。部族はお前を認める。準備はできてる。数日で家に戻る？